ですね、こちらがタコチャージャーなんですが、こちらもですね、来年日本で導入予定のゴルフ8のですね、1.5 リッターのエンジンなんですけれども、そちらのところに搭載されている VTG ターボ、いわゆるタコチャージャーについてちょっと紹介させていただきます。で、一番最後にですね、こちらもすでに、当社の導入済みとなっているアウディカフェという新しいシステムについてちょっと紹介をさせていただきます。皆さんミラーサイクル聞いたことあるある、はい、午前中の組を聞いたことある午前中の組一人しか聞いたことあるって言葉だけは聞いた